おはようございます。ラスクラでございます。本日はですね、また買ってしまったものがございまして、これヘクプルタクポックンミョン、ヘクプルタクポックンミョン、これ合ってます？あの普通のプルタクポックンミョンの2倍の辛さのやつですね。どうしてもね、また辛いのが食べたくなって買いました。で、今回は10パック用意しておりまして、これをね食べていこうと思うんですが、まあね、また同じように食べてもしょうがないなということで、これはい、このヘクプルタクポックンミョンのソースですね、この2倍のやつのソースを後掛けしてね、ちょっと辛さを追って、生卵とかいろいろあるので、まあ、そういったものを使ってね、美味しく食べていこうと思います。はい、でもお湯の方は沸いてるので、あ、すごい、あ、すごい、倒れそう、あ、やばい。10玉でございます。よし、これをざっと、あっつあっつで、これを5分と。で、その間にソースの準備を、本来はね、湯切りした後に炒めるんですけど、そんなね、フライパンなんかないので、今日はこのボウルに直で和えていきます。なんで、よし、まずはここにソースを投入します。で、あと和える時にね、ちょっと伸ばすために茹で汁を取っておきましょう。こんな感じであればいいかな。よいしょ、お、なった。はい、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 と、OK。で、よいしょ、ここにこの麺を全部入れて、はい、はい、よくしょ、これを、よいしょ、もう匂い辛っ、もうね、香りがめっちゃ辛い、よいしょ、あ、くしゃみ出る、唐辛子がすごい、ちょっと硬いんで少し茹で汁を加えて、よし、こんなもんか。で、最後にこの薬味をさっと、はい、麺は完成でございます。これでね、まあ、ソースかけたりとかいろんなトッピングをしながら楽しんでいきます。はい、ということでね、今準備が整いました。今日はね、この麺とあとソース、一応生卵とプラスね、流行ってるこの、これチョコのお菓子も用意したんで、これとね、一緒に食べていこうと思います。では、早速いただきます。普通に食べる、まず、よいしょ、よいしょ、ゴミ、ちょっともう僕も久々なんで、ちょっと辛さがね、あんまり思い出せないんですけど、とりあえずこのままで、うん、やっぱうまいわ、でも辛いわ、うん、チキンベースっぽい風味もちゃんとして、その中にね、がっつり辛いのがいるんですけど、うまみがある分いくらでも食べれるんですよね。で、またね、このね、麺がね、もちもちしてるんですよ。日本のその袋麺とかインスタント麺じゃなんかないんですよね。なんか不思議なの。うん、久々に食うとうまっ。そしたらちょっとこのプルダック、じゃあヘル、ヘクプルタックポックンミョンソース、え、え、ソースもね、かけていきます。よいしょ、結構かけたね。辛さもね、増すのはあれなんですけど、まあ、単純にソースが増えてるんで、しょっぱくならないかがちょっと心配してるんですけど、
ら、まあ、多分ねソース自体は一緒だと思うんで、そのスコビル値っていう辛さ指数は変わらない。だから実質ね数字的な辛さは変わらないと思うんですけど、一口で入ってくるこのねソースの量が増えるから辛く感じるね。辛いね。ただまあソース自体に甘みもあるんで、口に入れた瞬間は甘みがね増してるんですけど、飲み込んだ後はね飲み込んだ後は辛い。チョコも、やっぱうま、癒される。あ、でもそれでも辛いわ。やっぱじゃあちょっとこの生卵も投入しよう。いえい、とりあえず2個ほど、はい、ほいほい、あ、うまい、うまっ。普通に辛いとか辛くないとかってよりか入れた方がうまくて好き、個人的には。うん、だいぶ辛みも収まりますけど、でもそれでもね全然辛い。いった、いや、いった。今日は早めに行っちゃいましょう。これビールにめちゃめちゃ合いますね。うんめえけど軽い。やっぱ炭酸系ってあの辛み増しますね。これはね辛い、吸っちゃダメなやつですね、これは。絶対むせる。ああ、唇が痛い、唇が痛い。辛いとか置いといて、ナチュラルにね鼻が出る、刺激物すぎる。でもね、美味しいんですよね。おい、どんどん麺が水分を吸っていくんで、そもそも卵がないとすすれないかも。うん、
真っ赤っすね。すごい。これまあマヨネーズとか足しても絶対美味しいでしょうし、あのソースとかかけたらバーベキューっぽくなりそうな気がする。ソースの単体だけ買って料理とかに使っても結構良さそうですね。ちょっと生卵残ってるんで、はい、よいしょよいしょ。ああ、うまそう。でもやっぱりあの前食べた期間限定の3倍の辛さのやつの方がやっぱ全然辛いんで、なんかまあそれ食べた後だとそんなに辛っていう感じはしないかな。うま辛。まあこんだけの量食ったらまあもちろん辛いんですけど、普通の一人前だったら全然うま辛ですね。はい、ということで完食でございます。よし、ごちそうさまでした。はい、ということでね、今あのヘク2倍のあのプルダック完食いたしました。やっぱりね、久々に食べるとめちゃめちゃ美味しいですし、なんかね、最初に食べた時よりもそんなに辛くない気がします。なんとなく一人前とかだったらかなりうま辛なねインスタント麺でして、日本のインスタント麺とかカップ麺にはねない食感とか味になってるんで、ぜひね気になる方は買ってみて試してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。